本格的なナイターレースの景色に変貌を遂げる川口オート、スポーツ日本新聞社杯 G2 川口記念10レースの予選を迎えます。ハンデゼロからは1番片野理沙、10メートルは牧野貴弘、20メートルは3選手石井大輔、田辺誠、大外福永隆、30メートルからは森克幸、笠木義孝、そして永井大輔、以上の8名による対戦です。ここは永井大輔1番人気、出走タイムは3秒29、1番時計です。対するは6番の森克幸、人気対抗格筆頭はこの選手です。スタートまで10秒前です。10レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第10レースの予選競争スタートしました。20メートル線、福永遅れを取りました。最終ハンデから7番の笠木義孝、さらには8番の永井というところが好スタートを切りました。森はスタート行けませんでした。かましてくる8番の永井がここで笠木の前に上がりました。先頭は1番の片野理沙、追い上げる1番手が牧野、3番手田辺の内側からあっという間に永井が攻め上がる。西内コーナーで3番手に上がってきています。さあ逃げるのは片野、追い上げる1番手が2番の牧野、そして永井大輔3番手、6番の森克幸は5番の福永にも突っ込まれそうであります。4コーナーの立ち上がり、残りは4周回。さあなんとか福永をしのいだ森克幸が7番の笠木を捉えています。今5番手に上がりました。そしてトップ争い、前の2車に追いついた永井がここの3コーナーでもっとちょっと危ない感じ、ギリギリ止まった。2番の牧野が先頭に上がっています。そして永井が改めてこの1コーナーで内を狙いますが、先頭は牧野、2番手には8番の永井、1番の片野が3番手、4番手には田辺、内をついてくるのは森克幸であります。ここで森が反撃開始であります。4番手に上がりました。さあもう一度体勢を作り直して、永井大輔、牧野のインコースを捉えました。残りは2周回、永井が先頭に立っています。2番手は牧野、3番手に片野理沙、あとは追い込んでくる6番の森克幸、そして7番の笠木が5番手の位置を回っています。ぐーっと3番手から4番手からアプローチしていく森克幸、1番の片野を攻めに行きます。さあ残り1周、ブルーフラッグで森が3番手に上がった。2番手は牧野、3番手森克幸、片野は4番手に交代しました。最終コーナーに向かいます。先頭は永井大輔、2番手は牧野、3番手6番森克幸、今最終コーナーを各選手がクリア。永井大輔1番人気に応えました。10レースの予選競争、道中ヒヤッとするシーンもありましたが、ここは先頭ゴール、2番手ゴールが牧野、3番手ゴールは6番森克幸、8番2番6番、3連単は2番人気の決着です。